キャッスルから報告があった。どうやら防御線付近で敵が偵察活動を行っている。状況を確認しよう。将軍、間に合ったね。新人ミニツメンの力量を今から試してみるところだ。インスティチュートのカラスが大勢で何かを嗅ぎ回ってる。おそらく近々攻撃を仕掛けてくる。勇士を募ったから兵力は足りている。新米たちが本物の戦場でどれだけやれるか見極めよう。守りは多分大丈夫。でも一通りざっと調べて、どこか弱いところがあったら補強してくれるか。こちらラジオフリーダム、キャッスルからの緊急報告。人間が接近中。これは訓練ではない。増援に迎えるミニチュアは全員。もちろん。何をすればいいの？これはロボットみたい。止まらずに進め、人間。歩くと本当に疲れる。道の終わりに楽しみがある。その道を行くのは楽しい。
知らせだ。インスティチュートの攻撃はキャッスルの防衛を突破した。立て直しが大変になる。よし、これで奴らも無敵ではないことがみんな分かっただろう。いい知らせがあるんだ。スタージェスがインスティチュートに侵入する方法を見つけた。ゴーサインを出してくれればいつでも攻撃を開始できる。その秘密の侵入方法とは？彼はあんたが持ち帰ったデータを分析してきた。そこには彼らの地下施設全体の見取り図があったんだ。まだ地表に続いている古いトンネルが見つかった。リアクター用の冷却水のためだと思う。その通路を使って侵入し、テレポーターを確保する。そしてそれを使って部隊の残りを呼び入れる。戦いながらリアクターに向かい爆薬を仕掛けたら脱出する。攻撃部隊の人数は十分なのか？ああ、リアクターにたどり着くまで十分戦える。必要なのはそこまでだしな。詳細はスタージェスに聞いてくれ。あんたの合図でインスティチュートにテレポートできるようミニッツメンをスタンバイさせておく。